高校5年の中心人物である聖武天皇高校5年は奈良時代の天平12年から天平17年5月にかけて聖武天皇が当時の都であった平城景を突然捨て新規に建設した国宮としがらき宮福都として整備されていた南馬宮の三箇所を転々としながら政治を行った時代天平12年10月29日に天皇が 伊勢方面へ旅立った東国行行に始まり、天平十七年五月十一日に天皇が平城京に戻るまでを指す。奈良時代以前には首都以外に福都が運営されることがあった。当時の先進国であった塔は首都として長安トラック用の二カ所の都の城を設けており、天武天皇はこれに習って皇徳天皇以来の南蛮宮を当時の首都アスカ宮に対する福都として、 天武十三年に再整備したが、首長元年の大化で全焼した。またこれらほど大規模でない利休もいくつか設けられており、国宮のすぐ南には、聖武の二代前の元明天皇の時代から歴史に登場し、奉公五年の直前に聖武が複数回訪れた亀元利休があった。なお、当は七百二十三年に、長安城、落葉城、大元城の三都制を導入したが、 この情報は天平7年に帰国した検討士によって当時の最新知識として日本にもたらされている。南波宮の中枢部の遺跡は現在の大阪城の南にあるが、聖武の遺志によって高校5年が始まる10年以上前から再整備が進んでいた。聖武は瀬戸内海の海上交通の重要拠点である南波の地を重視し、 即位の2年後の人紀3年10月から藤原、馬会を友蔵南馬宮寺に任命し、平城系の副都として南馬宮の再整備に着手した。工事は天平4年にほぼ一段落し、馬会や作業に従事した市長以上のものに物を賜り、天平6年には官人らに南馬宮での宅地が反給された。国宮は平城系の北東に位置し、 東西に流れる泉川を挟んで、中枢部の大極殿や、大理などは川の北側に、それ以外の建物は川の南側に建築された。また大理などがあった左京と川港のあった右京は、加瀬山で隔てられていたと考えられている。右京には、国宮の建設が始まる前から、 平城宮に直結する道路と木津川を利用した水運に関わる大きな港があった。平城境内外の大規模な看護や寺院の建物に使用される木材は、大見国から瀬田川と泉川を通って、ここに集められ、奈良盆地へ送られた。1973年から継続している発掘調査によれば、国宮の中心部の面積は、平城宮の1、3、 大極殿や、長道院も平城京に比べて大幅に縮小されていた。なお、都の中央を川が横切る形態は、塔の落葉城に習ったとされる。しがらき宮は、現在の滋賀県甲賀市しがらき町に建設された。琵琶湖からは遠い山間いの小盆地で、聖武が最初に大仏の造立を始めた地だが、この大仏は完成しなかった。 はじめしがらき風という利休として建設が始まり、後に本格的な首都となるべく工事が進められた。聖武天皇が奉公5年を開始する前の数年間は天災や薬病が多発していた。天平4年夏の干ばつと翌天平5年の飢饉と飢饉によって体力を失った庶民が薬病の流行で多数亡くなった。天平6年4月7日には、 平城系と周辺の機内諸国に大きな被害を与えた大地震が発生した。天平7年8月に多財府からの薬病による死者が多いとの知らせに始まった天然痘の流行は翌年には一旦収まるが天平9年に再度大流行した。この年の天然痘の流行は非常に大規模なもので当時の政権中枢にいた。 藤原四兄弟が四人とも亡くなり、日本人口の25から35%、あるいは30から50%が減ったとされる。平城境内には多数の死骸が放置され死繍が代理まで漂った。以後の勝負は藤原四兄弟に代わって、大上官の主犯となった立花処刑と共に、旧民救済にあたると同時に、仏教の力によってこの汚れを浄化する政策を、 強力に進め始める。通常戦闘を行う場合は実行の数年前に天皇が戦闘の御事乗りを発し、十分に準備を行って移動するものである。例えば和道3年に行われた藤原家から平城家への戦闘の時は、まず3年前の喜び運4年に、文武天皇が軍臣たちに戦闘について宣言させ、2年前の喜び運5年に、 元明天皇が戦都の御事乗りを発した上で実施している。しかし、国軍への戦都が正死に出てくるのは、勝武や軍神が東国行高中の天平12年12月6日に、右大臣立花処刑が戦都に備えた国里を整備するという記録が最初という異例な状況であった。しかし勝武が戦都の前年の天平11年から、 国宮の予定地周辺を3度訪れたという記録があり、その頃から仙都への構想を持っていたと考えられる。すなわち、天平11年3月2日から5日に、国宮予定地の南隣にある亀原理宮に行行した後、3月23日には岩礁大乗天皇を伴って再度行行し3日間滞在している。2回目の行行は、 正武に行為を譲ったとはいえ未だに大きな政治的影響力を持つ岩礁大乗天皇に戦闘構想の了承を得るためだったとされる。翌天平12年5月10日には国ぐる予定地に近くにあった立花刑の相良別業を訪れおり、その際に処刑は縁を開いて天皇をもてなした。方向5年の年表天平12年8月29日。 九州の太宰府にいた藤原博次が聖武に状表文を提出し、自制の特質と天地のサインを指摘し、下積み地巻人原望を排除するよう主張した。聖武と政府はこれを反乱と断定し9月3日には王の東人を対象軍とする政党軍を編成し、派遣することを決めた。太宰省に出会った広次が九州各地から集めた 反乱軍と東人の政党軍は10月の初めに北九州の板渕川で退治し、都から派遣された直使と広次が問答を行い、返答に急した広次自身が退却したため反乱軍は戦わずして鎮圧された。この報告は10月9日に平城の聖務のもとに届いた。この報告を受けた聖務は東国行行の手配を開始し、10月19日に 行行先の天皇の宿舎を整備するつくり、伊勢国行宮寺を任命、10月23日に行列に随行する、官人が指名され、騎兵400機が召集された。10月25日には、清々大将軍王の東人に対し、まだその時ではないが、思うことがあって出立するという直が下された。平城京の留守官には、地代長官寺鈴鹿を土俵部教、 藤原豊成が任命され、10月29日に平城京を出発した。この行行には、当時の政権の主犯であった立花処刑をはじめとして、多数の上級管理、皇族が付き従った。一行は、大和を出て11月1日に、伊が翌2日には、伊勢に入り、伊勢神宮に直視を派遣したが、この地で、10月23日に、 ヒロツグが捕らえられたという報告を受け、ヒロツグを初断すべしとの指示を出す。11月21日伊勢国の赤坂において、売住する文部百貨に対し、大々的な除衣を行った。12月1日に、ミノの不和に到着、ここで随伴してきた、騎兵部隊を解散させ、平常系に帰らせた。ここまでのルートは、人身の乱で、 大天王子が辿った道を追体験したという説が有力である。12月5日に不安を発し、大海に入った正武は6日に、神徒の準備のため、立花諸刑を山城の相良軍国里へ先発させた。12月15日正武は国の地に至り、岩礁大城天皇も当日国の地に入り、俗日本期に初めて京都を作ると記録される。年末に、 国宮に入った正武はこの地に泊まって越言し、造営工事は急ピッチで進められた。翌天平十三年の元日の長賀の儀は、国宮で行われた。すでに天皇の住まいである大理の一部は出来上がっており、当日大理で縁が行われた記録がある。しかし、宮城を囲む大垣はなく、帳を巡らせただけの状態であった。正月十一日には正武は、 伊勢神宮や七道の諸者に死者を派遣し新京への戦闘を報告させた。平城京から国宮への首都機能の移転は順次進められ、うルー3月9日には平城宮にあった兵器を国宮近傍の亀、原宮に運ばせ、同15日には5以上のものは勝手に平城に住んではならず、現在平城にいる者は今中に国に帰るとの通達が出された。 7月には、岩礁大上天皇用の神宮ができ、岩礁大上天皇は10日に国宮に移り、8月28日には、平城系の東西の市の移設が完了した。10月16日には、左京の中心を流れる木津川に架かる橋が完成したが、この橋を架けたのは行機が指導する馬足の集団であったとされている。行機は、この頃から、 商務の方針に従って活動しており、後の大仏建立にも大きく寄与することになる。なお、国宮の大極殿は、平常形にあったものを解体して移築したものであるが、天平14年正月の長賀には間に合わなかったが、翌15年正月には完成していた。国宮建設の最中の天平13年2月14日に、 仏教を全国の人民に広めることを目的とした国分寺、国分日根流の御事のりが出された。俗日本記によれば、国宮の建設が始まって約1年が経過した天平14年2月5日に、国宮から大見国郊外群に向かう東北道が開かれた。郊外への道は途中に険しい山道もあって、容易な工事ではないので、 国軍に戦とした後間もなくに着手したものと思われる。同年8月11日に聖務は、陳、大見国甲賀郡しがら村に行行せむとみこと乗りし、し楽利休離宮の建設工事を担当する増利宮氏を任命し、8月27日に多くの官迎を引き連れて、しがらに行行し一週間滞在した。さらに年末が押し詰まった12月29日にも行行したが、 この時は同行した、大上官トップの立花処刑を元旦に間に合うように、国軍に帰郷させ、正武自身は1月2日に帰郷、本来元旦に行うべき、長賀の儀は3日に行われた。天平15年4月3日に3度目のしがらき業行,行を行うが、この時は、政権主犯の立花処刑を国軍に残し、5位以上の貴族28人と6位以下の、 官人2370人を随行させ13日間滞在した。聖務が官人たちに造営が進んでいる、がらき宮をお披露目したと考えられる。1回目と3回目の行行に際しては留守官を国宮と平城の両方に任命しており、平城外前として首都機能の一部を担っていたと考えられる。7月26日に始まったしがらきへの4度目の 行行は11月2日まで続いたが、この間の10月15日に、しがらき宮において、ロシャナフツホツガンの御事のりが出された。ロシャナフツは、当時全国に設置中の国分寺の内首都に、建設する国分寺の本尊として増立される。16日には、東海道、東山道、北陸道の25カ国の町と洋をしがらきに運ぶ、指示が出され、 19日には行紀が弟子たちを率いて大仏造流に参加した。天平15年12月26日の俗日本記には平城京から移設した大極殿の造営はほぼ完了したが、がらき宮の造営に注力するために以後は国宮の造作を停止する胸の記述が見られる。よく天平16年正月には百官と国宮の一人に国宮と南馬宮のどちらをとにすべきかを問うが、 客観の意見は分かれ、一人は国宮残留を望んだが、勝武は国宮を出て南馬への戦闘を開始する。1月11日に南馬宮に行行し、約2ヶ月間滞在した。2月1日に天皇の公文書に押される内印と大上官の公文書に押される外印と駅令が国宮から南馬宮へ送られ、2月20日には天皇の御座書である。 宝魚座と首都を象徴する大盾が運ばれ、同日に武器類も送られ、首都としての国宮は廃された。しかし2月24日に聖武は、死柄木宮に戻って、大仏造流に先進し、翌年5月には死柄木宮で女衣を行っている。また後の経過から見て、南馬宮に移転した帝身は、立花処刑などわずかな数であり、ほとんどは国系に残っていたとみられる。 岩礁大城天皇は南馬宮に残ったために所朝廷が成立したという見解もある。2月26日2月26日、南馬宮に残った左大臣の立花処刑が南馬宮をもってコートとする胸の直を読み上げた。3月11日に南馬宮の注文とともに大建と大鉾が建てられ、この地がコートであることが庶民にも示された。10月には、 聖武唯一の男子であった朝霞新能が病死死している。滋賀木宮に滞在し続けていた聖武は大仏像流行時を促進するために主事の政策を実行する。南馬宮に残っていた立花諸家も滋賀木に移動し、首都機能が滋賀木に集中し始める。それに合わせて天平16年の後半から離宮時代の滋賀木宮に変わって、 甲賀宮という表記が扱われるようになる。近藤の大仏を作るにはまず素像を作成し、それをもとに伊形を作成して、銅を追い込む工程をとるが、天平16年11月13日に、素像の審議となる太鼓地中を建てる儀式が、甲賀寺で盛大に開催された。南馬宮に残っていた岩礁大城天皇も11月17日に、死柄木に到着する。正務は、 翌天平17年1月元日、長賀の儀に変えて、がらきを新京とすると戦死、門前に大盾と大矛を建てた。1月21日には大仏造流に功績のあった行期が、僧の最高位の大僧正となった。しかし狭い山中での新京建設や大仏造流の工事は国民を疲弊させ、前都の土に転居を繰り返した官人たちの間に、 政治に対する不満が高まった。4月1日から甲賀宮の周辺で次々に山火事が発生したが不満を持つ人々による放火が原因であったとされている。当時は原因不明の火災は神仏のたたりと考えられていたので4月27日に天皇の徳を示すべく大社と租税免除を決定したがその当日に美濃を震源とする。 大地震が起こって、がらきでも大きく揺れた。5月に入っても余震が続いたが、当時天才も天皇の不徳、悪性に対する天の咎めの現れと考えられていたので、がらきの心境建設が悪性であるという見方が一挙に強まった。動揺した正武は5月2日に、大上官の官任に、どこをととすべきかと問うたところ全員が、平次郎ととすべしと答えた。 5月4日に平城系の四大寺の僧に同じ調査を行ったところ平城系をととすべしという意思が示された。5月5日聖務は甲賀宮を離れ国宮を経由して11日には平城系のかつての代理に戻り官人たちも旧庁舎に帰った。聖務が渇望していた大仏造流は天平17年8月から平城系の東にあった。 金三脇寺で再開され、天平商法4年4月9日に完成した大仏の海外供養会が取り行われた。廃徒となった国宮の大極殿は天平18年9月に山瀬国分寺に侵入されて、その跡地が現在山城国分寺近道跡として保存されている。甲賀寺は大仏造流が放棄された後も整備が続けられ、大見国の国分寺となった。 南馬グルはその後も福都としても残り、天平17年8月には、聖武の行行があって約1ヶ月滞在した。聖武天皇が平城景を捨てて、新しい都に遷都した理由について、研究者の見解は概ね一致している。すなわち、薬病の流行による社会不安と、藤原博次の乱に象徴される政界の混乱を、一気に収束させることが、目的。 天平4年から続く干ばつ、飢が地震、天然島に汚染された平常系からの計画的な脱出、天然島流行をはじめとする国難に対処し国土の復興を目指すために、平常系を捨て国偶へ戦とする、疾病が大流行する、平常系を捨て清らかな自然に満ちた国の地に移るなど。なお、東国行行開始のタイミングについて、 広ロの乱にショックを受けた聖武が突如出発した可能性が議論されていたが、2010年代には行行は乱の勃発前から予定されており、乱が集結する見込みが立ったので出発したと考えられるようになった。ありがとうございます。